ジェイミー・カラム、ジェイミー・カラムは、イギリスエセックス出身のジャズシンガー、ピアニスト、マルチプレイヤー。父方は、ドイツ系ユダヤ人で、母方は、インドとビルマの血を引く。兄のベン・カラムも含め、音楽一家に育つ。両親や兄の影響で、ジャズから、ロック、ヒップホップ、アシットジャズ、ブルースまで、様々な音楽に親しみながら、マイルス・デイビスや、ビル・エヴァンスで、ジャズに目覚めた。 レディング大学で英文学と映画を学び、主席で卒業。好きな作家は、ノーベル文学賞受賞作家のアーネスト・ヘミングウェイを、はじめ、ビート・ジェネレーションのジャック・ケルアックと、アレン・ギンズ・バーアック等々。1999年、同大学に在学中、彼は、トリオ編成で、スタンダードジャズや、ポピュラーソングの数々を自主レコーディングし、こよなく愛するコールポーターや、 デューク・エディントンなどの曲をカバーしたアルバムハード・イット・オール・ビフォーを500枚限定で自主制作した後ライブ活動を活発化させていく大学卒業後は海の上のピアニストとしてクルーズ客船での職につきフィヨルド・クルーズギリシャ・シューユー・クルーズアマルフィ海岸・クルーズ等々で2週間単位の船旅に出てバンドで演奏した2002年 米国のジャズレーベルからリリースしたアルバムポイントラスノスタルジックは英国内で10万枚売れるヒットを記録した。ジェイミー・カラムはジャズレーベルからリリースしたポイントラスノスタルジックのヒットが契機となり彼は英ユニバーサル・ミュージックと100万ポンドの契約を結んだ。2003年10月メジャーデビューアルバムとなった23スイングは英国ジャズ市場では 最速で売れたアルバムとなり、英国チャートで3位にランクイン。ベイビルボードのジャズチャートでも3位を記録した。自作曲はもちろん、名曲、雨に歌えば、や、コールポーター作品、ジミ・ヘンドリックスやジェフ・バックリーといったロック曲のジャズ解釈も含まれた、奔放な作風となった。同アルバムは、第47回グラミー賞、ベストジャズボーカル部門ノミネート作品となり、 全米ビルボード誌のコンテンポラリージャズチャート部門では31週連続トップ10に入り全世界で売り上げ250万枚を突破するなどセールス面で大成功を収め名声を手にしたそして同アルバム23スイング収録のエヴァ・ラスティングラブが映画ブリジット・ジョーンズの日記の続編ブリジット・ジョーンズの日記切れそうな私の12ヶ月の主題歌に選ばれた 翌2004年8月、日本の富士ロックフェスティバルに初出演した。2005年9月、アルバム、キャッチング・テイルズをリリース。英国チャートで4位にランクイン。ベイビル・ボードのトップコンテンポラリー・ジャズ部門チャートで1位を記録した。2009年11月、アルバム、ザ・パー・スートをリリース。2013年5月、アルバム、モーメンタムをリリース。 2014年4月末、ジェイミーは、バラック・オバマ米大統領がホストを務め、ホワイトハウスで開催する、インターナショナル・ジャズ・デイ・コンセールに、ウェイン・ショーター、チック・コリア、ジョン・マクラフリン、ロバート・グラスパー、エスペランサ・スポルディングラといった、新旧のジャズの巨人たちと共に招待された。2014年10月、アルバム、インター・ルードをリリース。2015年12月、 スターウッドホテルズリゾーツワールドワイドが運営する最高級ホテルセントレジスのアンバサダーに就任し翌2016年5月にセントレジスホテル大阪で一よ限りのプレミアムディナーショーザ・ジャズ・レジェンズ・アット・ストリート・レジスを開催した2018年10月ジェイミー・カラムのラジオ番組が英国ラジオアカデミーでベストミュージックプレゼンター賞を受賞 2010年にファッションモデルのソフィーダールと結婚した。ジェイミー・カラムの身長は 164cm、ソフィーダールは 183cm と、二人の身長差は 19cm ある。二人の間には、2011年と2013年に、生まれた娘が二人いる。2010年4月より、ジェイミー・カラムがプレゼンターを務めるラジオ番組が、BBC ラジオ2で放送されている。 2014年4月より日本でもインターフムにてジェイミーカラム S ジャズライオットのタイトルで放送開始。2015年3月に日本での放送は終了。ありがとうございます。